材料力学は、応用力学の一分野で、機械や構造物に負荷が加わった時の変形、そして破壊の原理を研究する学問である。講義の材料力学は、必要な環境下での材料の変形、破損、破壊特性の調査、実際の機械や構造物に、どのような荷重が負荷し、それにより、部材に、どのような応力や変形が生じるかの調査を解析し、 実験の両面から取り扱うものである。力学理論の基盤は、男性力学、蘇生力学、年男性力学など幅広いものとなる。競技の材料力学は、男性力学に立脚して、男性解析による成果のうち、機械や構造物の設計のために扱いやすく整理、抜粋したものである。柱や針といった比較的単純な形状を想定し、引っ張り、 圧縮、曲げ、ねじりなどの外力が付加する場合を取り扱う。大学などの教科としての材料力学は、競技の方を対象とすることが多い。土木工学、建築学における構造力学の内容も、この競技の材料力学の内容に近い。構造力学と競技の材料力学との違いは、材料力学では一つの構成部材を対象として、 変形や応力を解析するのに対し、構造力学では複数の連結された部材からなる構造物の変形や応力を対象とする。このため、材料力学は構造力学の基礎の一つと言える。ありがとうございます。